ゲーム王国へようこそ。どうも、ルーダスです。ハロハロ。では、今回の動画から、ディシディア・ファイナルファンタジー・オペラ・オムニアのストーリーを進めていきたいと思います。ディシディア・ファイナルファンタジー・アーケードのもう一つの物語、オペラ・オムニア。それでは、早速、始めていきましょう。さあ、スマホを買い替えたことで、ようやくこのゲームが遊べるからな。最高のクオリティのゲームになっていることを期待していますよ、運営さん。今回のオペラ・オムニアには、アーケード版にはいないキャラクターも出てくるので、いずれそのキャラクターたちもアーケード版に逆輸入されると思うので、早く使ってみたいですね。アーケード版のキャラクターについてなんですが、最終的には50キャラクター以上を目指すって言ってたんですけども、せっかくのお祭りゲームなんだから、全キャラクターの導入を目指しましょう、運営さん。お！今この世界は蝕まれている、悪しき次元の歪みによって、ここは神々に選ばれし、戦士たちの休息の場として生まれた世界。鮮烈なる破壊神、スピリタス。熾烈か。臨前たる加護神、マーテリア、肥後神かな。二中の神が、あまたの時空から戦士を集めた世界があった。戦士たちは、そこで、日夜争い、その力をそれぞれの神に捧げていた、繰り返す熾烈な戦いにより、戦士は傷つき、心は砕ける。そこに、クリスタルの光が届いた。クリスタルは戦士を憐れみ、彼らに憩いを与えるように願った。神はクリスタルの輝きに応え、もう一つの世界。この幻想の大地を作り出した。あ、アーケード版とツイートなる世界がこの世界ってことか。そういうことか。戦士たちはここで束の間の憩いを得るはずだった。ああ、そういうことか。だから対になってる物語ってことか。だが、突如現れた次元の歪みが魔物の軍団を呼び寄せ、世界を暗黒に染めた。歪みの侵食が広がれば、戦士たちに繋がる世界を蝕み、やがてあらゆる時空の崩壊を招く。崩壊を食い止めるべく、イニシューの精霊、モーグリが召喚された。なんでだよ、なんでそのモーグリが召喚されるんだよ。精霊モーグリは、世界を救うため、光の意志を持つ戦士を集めることを約束し、旅立った。侵食は、急速に広まり、世界の維持さえ難しくなっている。もう、時間がない。君の思いが強い意志となり、戦士の力となる。お前の選択が新たな道を作り、戦士の道しるべとなる。あなたの願いが真実を解き明かす世界の鍵となる。さあ、行くんだ。自らの輝きを信じて。おっと、プレイヤー名か。プレイヤー名はルーダスでいいでしょう。では、ゲーム開始です。では、次の動画でお会いいたしましょう。お相手は、ルーダスでした。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。Twitter や Instagram、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーイ。